こんにちは、イーフープスです。以前スローユーロステップについての動画を公開しました。リングに向かっている最中に減速することでディフェンスとスペースを作り安全にフィニッシュするムーブです。今回はユーロステップについても触れられていますが、減速することに焦点を当てた動画になります。ポール・ファブリッツが解説していますので見てみましょう。So let me show you. If they cut you off that hard, you've got to be able to have a slow step and a sharp little change of direction there. You see how you were coming with me, you were coming with me. I'm running out of space and I got no options. So instead of just forcing it, it's just a deceleration, boom, come over. I think I brought it behind the back, which you could do if somebody's super tight. You don't need to do that yet. But what you need to have is like feel that they cut you off and get into that little Euro step. Try it. Oh, yes, yes. That's beautiful.Job. One more. Oh, you're gonna do that to Calvin? It's messed up, Calvin. Hey. Ooh. Yes, sir. That's good stuff. You learned that quick. スローユーロステップやスピンムーブなど以前公開した動画でも触れられていますが、このようなムーブを仕掛ける際に大事なことは減速するタイミングです。タイラー・ラルフ、DJ サックマンも同じ趣旨のことを言っていますが、ディフェンスが必死についてきていて正面に入り込もうとしてきたところで減速することで効果的にムーブを仕掛けることができます。スピンムーブは素早く回転しているので減速しているイメージがないかもしれませんが、蹴り足を中心にその場で回っているためドライブ方向に対して減速しているのと近いことをしています。つまりユーロステップに限らず、さまざまなムーブを成功させイージーレイアップなどに持ち込むためには、減速する適切なタイミングをつかめるようになる必要があるということです。レベルが上がるほどドライブでディフェンスを完全に振り切るというのは難しく、多少のズレしか作り出せなかったというのは珍しくありません。ディフェンスを完全に振り切っていない状況は一見すると楽に得点できるようには見えないかもしれませんが、ポール・ファブリッツが言っている通り、ディフェンスがコースに入ろうとしているのを感じられるようになり、適切なタイミングでうまく減速できればスペースを作り、イージーレイアップに行きやすい状況に作り変えることができます。言い換えれば、少しズレを作りディフェンスが必死についてくる状況さえ作り出せれば、ドライブを成功させることができるようになるということです。特にフィジカル差がある場合、ファールになったり吹っ飛ばされてしまうため、良い角度で当たらない限りまともにディフェンスできません。そのためディフェンスはより必死になって追いかける必要があるので、さらにこの状況を作り出しやすくなります。このように抜き切ることだけがドライブを成功させる方法ではありません。減速するタイミングをつかめるようにぜひ練習しましょう。